帰りまーす。黄色のベンツだね、これ。ベンツだ。黄色のベンツ。舐められたら黄色のベンツ。帰りまーす。後ろ二人行きますか。わかりました。ちょっとだけいいですか。黄色のベンツ。カトゥーライクハンター。Yes, yes, yes, yes. K2 も結構高いですね。安い。あ、そうなんですか。その価格の差って何なんですかね。ああ、そういうことか。これから国内線乗り換えて空港です。まずモスクワへ、ここから23キロまでなんですけど、23.3、さっきは 23.4。 ミネラルリューボディからモスクワに行って東京ですね。もう本当パリとかの方が近いんですね。近い。すごい目だね。黒髪がめちゃめちゃ流行ってます。ロシアでは黒髪が流行っている。インターナショナルトランスポート、モスクワ。モスク。この使えないという、なんだこれは。これビーフ。ボルシー。ボルシー、肉ってことです。赤ワインなんですけど、実はコニャックワインのように言ってます。お二人はさすが、ロールキャベツ。自分はワイン一杯目。鉱山強い方は、お酒も強いっていうことです。自分を鍛えないといけないです。アリタリアとエアロフロートの共同運航便、今ボーディング始まりました。ロシア航空来ないでしょう。あ、砲丸投げの室伏さんがいます。あそこに最後に乗られてきます。炭水化物をやめたら、炭水化物をやめたらほとんど食べるものがない。あ、これは食べられる。こっちはだな。これ食べられる。食べられる。お腹が減った。食べさせてあげてください。お腹が減った。食べさせてあげてください。食べないと死んじゃいます。スパゲッティも食べられない。スパゲッティも食べられないし、パンも食べられない。食べられない。この美味しそうな匂いのデザートも食べるべきだと思います。